はい、どうもポワルンです。今日なんですけど、月曜日から金曜日までの、夜ご飯を紹介していこうかなと思います。一人暮らし始めてからだいたい3週間ぐらい経ったんですけど、やっぱりね、キッチンの狭さにまだね手こずってますね。なんか一人暮らしにしてはそんなに狭い方ではないらしいんですけど、それでもやっぱり実家と比べると全然使いにくいですね。なんとか、頑張って最近自炊してるんですけど、でこの日はねガパオライス作りましたね。なんか調味料も限られてるんで本格的なやつじゃないんですけど、もちろんナンプラーとかも買ってなかったんで、なんか自分なりに味付けしたんですけど、なんかね、なので、ガパオ風の、ひき肉炒めみたいな感じですね。材料は人参とピーマンとひき肉、それだけなんですけど、なんか結構美味しく仕上がりましたね。で人参はちょっとね秘策というかみじん切り難しいんですけど、そこでちょっととあるアイテムをねニトリで、買いましたね。そうするとねみじん切りがうまくできました。これなんですけど、なんかなんていうのかな、500円ぐらいで買ったんですけど、ちょっと軽く細かく切って、それでこんな感じでなんかね紐を引くんですよね。そしたらね、あっという間にみじん切りの完成という形で、結構簡単ですね。ただね、これ洗うの結構めんどくさいんで、意外とだるいっすね、これ。で、ひき肉炒めて、その後に野菜を炒めていくって感じで。で、味付けも調味料本当にないので、めんつゆとか、そんな感じでやりました。めんつゆ使ってなかったですね。醤油とみりんとウスターソースとオイスターソースですね。それを使ってやりました。本当に味はお好みでっていう感じなんですけど、足りないとこは自分なりに足してっていう感じで。で、ガパオライスっていうことで、目玉焼きをね、作りました。で、目玉焼き半熟になんなくて、っていうのも、実家にいた時が IH だったんですよね。今の僕の実家の家が建つ時からもずっと IH なので、その火のね、キッチン慣れてなくて、その火加減がわからないんですよね。IH だとちゃんと火が8とか4とか2とかその数値ができるんですけど、なんか普通のガスコンロだとそれが難しくて、結構個人的にガスコンロに憧れがあったんですけど、やっぱりなんだかんだね IH の方が料理しやすいなっていうことに気づきましたね。で火曜日なんですけど、火曜日は豚キムチを作りました。豚キムチはね結構実家にいた時も作ってたんですけど、玉ねぎともやしと豚肉とキムチっていうシンプルなやつなんですけど、なんか豚肉とキムチだけでもいいんですけど、ちょっとかさ増しで玉ねぎともやしね、もやしはだいぶなんか割といろんな料理にかさ増しで使えますね。結構万能ですね。で玉ねぎもね結構好きなんで、入れてますね。で油がね普通のじゃなくてごま油使いました。なんか豚キムチとかはごま油の方が美味しくなるかなっていうふうに思いますね。で野菜先に炒めるんですけど、今回はなんか豚肉ってすぐ火通るから、結構僕は、後に入れることが多いですね。でこれも、キムチ入れて、味付けがめんつゆと、オイスターソースだったかな。そんな感じで、これも、結構ね味は人それぞれだと思うんですけど、個人的にめんつゆが好きなので入れてますね。で卵は普通は入れないんですけど、個人的に豚キムチと目玉焼きの組み合わせ結構好きなんで、こんな感じで完成しました。で味もねかなり美味しかったですね。前はね焼肉のタレとか使ってたんですけど、それ以外でも全然普通に美味しく仕上がるかなっていう感じですね。次水曜日はパスタを作りました。このねスパムとガーリックトマトのなんかレトルトのパスタソースは実家からパクってきました。結構ねいろんなものを実家からパクりましたね。そんな感じで、レトルトだけじゃちょっと物足りないので、キャベツとスパムを使いました。スパムはなんか実家になんかずっとあるんですよね。ちっちゃい頃から結構スパムのおにぎりとかも作ってくれてたし、だから割とあるんですけど、あとね昨日余った玉ねぎも入れときました。でパスタはねちょっと高いやつ買いましたね。なんか生パスタみたいなやつで、
で、まあ、規定の、あの茹で時間が3分だったので一応3分にしましたね。ただね、柔らかいのが好きなので結局3分じゃねちょっと硬すぎて、まあちょっと結果的には10分以上パスタ煮込んだんですけど、まあ、かなり柔らかくしましたね。なんかまあ硬いのは正直麺は柔らかめが好きなんですよね。ラーメンもそうなんですけど、だから、バリカタとかラーメンあるんですけど、僕はあんまり好みではないですね。でしっかり湯切りして、フライパンで先ほど炒めた、まあ、具材とパスタソースを絡めていくっていう感じで、でそこに、パスタを入れていくっていう感じで、結構ね、まあ、これもなんかガーリック効いてたんで、まあ、美味しかったんですけど若干、まあ、味はしつこかったですね。なんか見た目がちょっと韓国系のジャージャー麺みたいな見た目になっちゃいましたね。でもまあ味もね結構濃い感じで、まあ好みではあるんですけど、まあちょっと若干しつこかったですね。でなんかスーパーに売ってた謎のビールを買いましたね。なんかてかビールって結構ね値段なんか結構違いますよね。250円ぐらいするビールもあれば、まあ、130円ぐらいのビールもあれば、なんか70、80円のビールもあったりして、かなりバラバラなんですけど、これかなり安かったビールですね。80円ぐらいので、木曜日が、まあ、シンプルなスープを作りました。僕が風邪ひいた時によく食べるスープですね。適当に玉ねぎとかの具材切って、で火にかけて、味付けコンソメと生姜っていう感じで、なんか生姜入れると体温まるんでよくね作ってました、これは。で、まあ、今回は初めてほうれん草を入れてみたんですけど、結論から言うとほうれん草はちょっと合わなかったな。まあ、いつも玉ねぎと豚肉とコンソメと生姜と卵みたいな感じなんですけど、なんかスーパーに売ってたんでほうれん草ちょっとした出来心で入れてみたんですけど、苦味が若干プラスされて、ちょっと若干まずくなっちゃいましたね。まあでも普通に食べれるぐらいの美味しさではあったんで良かったんですけど、まあ、ほうれん草なしの方が良かったかなって感じですね。で味付けはコンソメと、あとちょっと足りないとこは塩コショウで味を整えるっていう感じ で最後に、まあ、溶き卵と生姜を入れて完成っていう形ですね。結構これ作り方めっちゃ簡単なんで、まあ、よく食べてました。これで体温めたりとかしてました。まあ、風邪がこれで治るかは不明なんですけど、よく食べてましたね。ただまあ野菜も、まあ、レタスとか洗ったりとか切ったりしたり、なんか皿片付けるっていう手間がちょっと若干ストレスなんでそれさえね乗り越えればいいんですけど、なんか普通のパックのサラダよりやっぱり自分で買って切った方が栄養価高いみたいなイメージあるんですけど、どうなんですかね。なんか結構2、300円でパックで洗わずに食えるやつって売ってるじゃないですか。あれって本当に栄養あるのかちょっと疑問ではあります。はい、ということで金曜日ラストがキムチ鍋を作りました。まあ、元を使わずに自分で味付けしたんですけど、まずはネギを切っていくっていう感じ。ネギねかなり好きなんで毎回鍋には必ず入れますね。でニラを入れました。ニラも結構個人的には好きですね。美味しいなって思います、ニラは。でね、あと、白菜、まあこれは定番なんでいつも鍋には絶対入れますよね。白菜、逆に白菜ない鍋は見たことないですね。で人参なんですけど、これもなんか便利アイテムで、人参のスライス、みじん切りじゃないわ、なんかまあいい感じに鍋用みたいな感じで切れるので、これもかなり重宝してますね。でお湯を、水を、火にかけてお湯にするっていう感じで、で具材は、結構適当に煮てますね。まあ、火が通ればいいのでこの辺は適当に煮て、まあ、あとね豚肉は結構後の方に入れることが多いですね。すぐ火通るん で最後にキムチを入れていくっていう感じで、でまあこんな感じで味はこの状態ではないんですけど、まあ全体的に火通ってから最後に味噌で味をつけましたね。結構このやり方だと、結構ね美味しく仕上がりました。味噌となんかキムチの相性がね個人的には好きなので、キムチ鍋はこのやり方でかなり美味しくできますね。で、まあ、鍋って結構調理過程とかも簡単で作りやすいんですけど、
まあ食材もかなり必要だし、地味にめんどくさい部分もあるんですよ。食材切ったりとか、まあ、元もなんか元で買うと若干高くなるんじゃないかっていう説もあるので、だからなんか元を使わずに自分でやるっていうやり方だと結構いい感じになると思うので、まあ、キムチ鍋は今回うまくいったので、ちょっと別の鍋の元使わないやり方でちょっと今度作ってみようかなというふうに思いました。はい、という感じで今日は5日間の食事ルーティンでした。お疲れ様でした。